でございますじゃあ、ナイトライダーのコーナーですね。久しぶりにこのコーナーやりますけども、今回はこのトランザムね、ナイトライダーをそのまんまね、コピーしたんじゃないかと言われているトヨタのスープラの中古価格に迫ってみようかと思います、えー。ご覧のようにスープラといえばね、いろんなタイプ出てますけども、今回話題に出すのは70系ですね。こちらの方は1980年代に出たトランザム、ファイヤーバード、 まあ、ナイトライダーというドラマで有名になったんですけどもね。あれと丸々一緒じゃないか、みたいなね、車体でございます。え、まずね、すぐに目に入ったのが、こちらの方で、10万キロ走っていて、400万ですよ。まあでもこれ状態良さそうですね。ちょっと、開けてみましょうか。はい。まさにね、ナイト2000そのまんまですよね。これ。トランザムと同じじゃないですか。フロントも。<laughs> いや、同じですよ、これ。 リアまで同じですよね。ほら、バックスタイルも同じですよ。うんまあ、これね、いいんじゃないですかトヨタのサポートを受けれるんだったら、これ、損な買い物じゃないと思いますけどね。うん。はい。じゃあ、他にも見てみましょうか。やっぱり黒が人気なんですね。スープラは。 トランザムの印象があって500万いやーこれね1990年代には二足三門だったはずなんですけどもねあ600万とても手が出ないですねこれあスープラの赤もあるこれ貴重品ですよあもうちょっと手が出ないです全然これはえあ、スープラの80件も高いんですね もう手も足も出ませんわ、これ。あの、ものによってはね、トランザムのナイトライダー仕様フルレプリカの方が安かったりしますね。まあ、ほとんどないですけど、そういうのは。まあ、1000万ぐらいするんだ。うん。走行距離0.5万キロって、これはちょっと、嘘っぽいな。うん。まあ、あの、当時スープラって言ったらね、大体事故で潰れてましたから、ほんと、ネタが少ないんですよ、今。 赤のスープラか。うーん。まあでもね、出物があるだけまだ、まだまだまシですよね、これね。750。やっぱスープラ、すごい。1380万。あれですよ、ワイルドスピードって映画で、こちらのね、80系、90系のスープラが有名になったんでしょ。で、それにつられて、多分ね、北米のファンだと思うんですけども、トランザムファンがスープラ買ってるんじゃないですか。 トランズマは何と言ってもね、メンテナンスがめんどくさいんですよ。でもトヨタのスープラって、今でもトヨタのサポート受けれますし、部品もありますからね。多分、故障むちゃくちゃ少ないと思うんですよ。うーん。なるほどね。はい、まあそんなところでございました。ちょっと何か見てみましょうか。1320万のやつ見てみましょうか。どこに行った ?1380 万か。すごいね。 写真が結構出てる。あ、綺麗ですね、でもね。ホイールも純正のまんまだ。あ、エンジン綺麗ですね。これ本当に走ってないのかも。うん。零0.2万キロだって。新車じゃないですか、これ。2000キロしか走ってないってどういうことなのあ、エンジン新品同様ですね、これ。 えー、あタイヤも全然減ってないな経年劣化でもあるみたいですねあほらビニール袋がかかったままってことかこれ新車でリリースされてゼロオーナー車ですねこれはわあ、これは,これはトヨタの博物館に飾った方がいいんじゃないですかねかわいいとも綺麗のなまま誰も座ってないね これは、このぐらいの価格してもしょうがないですね。ばらして組み上げてるのかなうん。あ、コックピットとかインパネってのは、なんか時代を感じさせるなと、あんまり魅力的じゃないような気がします。なんかいわゆるね、ちょっとこう、レトロというのにも抵抗があるぐらい、 デザインのセンス、デザインのセンスがないなと。<laughs> 運転席はね。うーん。まあでも、これすごく貴重品なんじゃないですかぜひ、まあ、ね、お金が余ってどうしようもない人は買ってください、これ。まあ売れないでしょうね、これね。誰が欲しがるんですかね、これ1000万も出して。家買うんですか、これ。<laughs> はい、以上です。